本人コメントあり、アメリカズ・ゴット・タレントで異例の大快挙のコンビシューマッハを直撃取材。世界的な影響力を誇るオーディション番組、アメリカズ・ゴット・タレント、アメリカズ・ゴット・タレント以下、AGT ・ NBC で日本のお笑いコンビシューマッハが異例の快挙を成し遂げた。AGT をフォーマットとした番組は世界各国で制作されており、イギリス版の ブリテンズ・ゴッドタレントではとにかく明るい安村42が2023年4月、パンツ一丁の安心してください、履いてますよ、ネタで、笑いの大旋風を巻き起こしたことも記憶に新しい。そんな AGT でシューマッハがゴールデンブザーという賞を獲得したのだ。ゴールデンブザーとはゴッドタレント。 において審査員と司会者が1シーズンに1度だけ押す権利がある特別なブザーで、ゴールデンブザーを獲得すると自動的に飛び級で準々決勝に進出することができる。コメディアンがこの賞を獲得した前例は少なく、ましてや日本人が獲得すること自体が珍しい快挙だという。お笑いコンビシューマッハは2013年7月結成。カンニング竹山53。 小島よしお、43、カズレーザー、40、ダンディー坂の・野、カ57らが所属する芸能プロダクションサンミュージックの芸人で、ネタ作り担当のゴミユーヤ、37立ち位置ひだりと、香港出身、茨城県育ちの中村龍太郎、37によるコンビ。近年は犬などの動物に一瞬で変身する、動物変身ネタを武器にテレビ番組などに出演していた。 シューマッハは今回の AGT にも動物ネタで挑戦。犬、シマウマ、ユニコーン、ラストは二人で合体するキリンに一瞬で変身し、審査員やオーディエンスの爆笑をかっさらった。そして審査員の一人がゴールデンブザーを押し、会場に金色のテープが放たれて、スタンディングオベーションが巻き起こった。シューマッハの二人は喜びに打ち震え、 その場に崩れ落ちてしまうほどだった。本サイトはそんなシューマッハにほぼメディア史上最速で直撃。喜びのコメントを聞くことに成功した。AGT、出演での快挙の感想を教えてください。中村、動物ネタは国境を越えることがわかり嬉しかったです。しかし、僕らはあくまで動物に擬態させていただくことでパフォーマンスできているので。 世界中の犬やシマウマキリンに頭が上がりません。ゴミサプライズ。まさか自分たちがゴールデンブザーをもらえると思わなかったので、会場が金色に染まったあの光景をしばらく受け入れられませんでした。最後に披露したキリンのネタで、相方が自分のお尻に顔をうずめた瞬間大盛り上がり、顔をうずめさせるのが癖になりそうです。今後、 AGT に臨んでいく上での野望は中村、準々決勝進出が決まり、優勝賞金の100万ドルが見えてきました。現在のレートで約1億5800万円です。優勝が決まる頃までにさらに円安が進み、2から3億円もらえたら嬉しいと思っています。そして優勝賞金を手に入れたら、世界中の子供たちに動物のお面を配り、 世界各国で僕たちのパフォーマンスをやってほしいと思っています。ゴミ、今後はこれを機に、世界中を飛び回り各国でネタを披露して、日本に帰ってきた際に、少し日本語忘れてしまったと嘘をつきたいです。と、AGT、準々決勝進出が確定した周派は、熱いコメントをくれた。ゴッドタレントで顔取り自身パフォーマンスを見せ、その後、 世界から仕事のオファーが届いているという、とにかく明るい安村。シューマッハは、今後の活躍次第では、そんな安村を超える世界的人気を獲得できるかもしれない。二の準々決勝でのパフォーマンスにも、注目が集まる。シューマッハゴミの X、旧ツイッターには、同じ事務所に所属する先輩芸人、ゴージャス、十五から、世界で売れたットエールが送られた。